沖縄と東京の通話料。今は、距離は関係なくなってるけど、昔は高かっただろうなぁと思う。月に数万はかかるのではないでしょうか。借金はどうなったのかわからないまま、お金がない設定はそのままに話は進んでいるようですが、公式サイトの相関図に載っていたガナハビジネスってなんだろうって思っていたら、まさかのあやつ。詐欺師はしぶといですね。キャラ変わってるし、ニーニーの登場もしぶとくやるのね。そろそろニーニーもいいところを見せないと、本当に視聴者から嫌われて、流星くんが役者として再起不能に追い込まれるかもしれませんよ。ところが今週はまた怪しいビジネスに手を出すようですね。紅茶キノコのような。ニーニーは人を騙しているという意識がないから、何度でも同じ過ちを犯すのね。偶然にもヒットしてしまうのでしょうか。お金を持ったニーニー、想像するだけでも嫌い。持ってなくても嫌い。好きになるにはどうすればいいのでしょうね。そして、信子。3年勤めてて、その店のコンセプトを理解できてないなんて。この時代の厨房なんか、恐ろしいほどの縦社会のはずなのに、料理長が優しすぎるのが怖いです。では、今週も、歌子の幸せを願いながら、ちむどんどんしましょう。